朝飯だ。山からトナカイが降りてきた。ね、あんちゃんどういうこと？明日が晴れねやったらな、明日猿山行って、で今日はもうキャンプ場でゆっくりして、昼ぐらいに風呂入ってって言ったらゆっくりできるよ。風呂入らなかったら猿山行くなと思えば世話しないなって話しちゃって。ビール発見、あそこにもビール発見。